クッコロデイズ。デートには身だしみに気をつけろ。いやあ、せつな圭介だよ。とうとう、デートがやってきた。この回でとうとうさ、カトレアの私服姿が拝めるっていうことでしょうね。こんな動物園の時にまで鎧なんか着てこんだろうと思うわな。さすがに私服を着ていることでしょう。楽しみですね。というわけで始めていきまーす。行楽には、天気、元気、現金の3つが大事だと聞いたことがある。その3つが完璧に揃ったバイト休み。俺とカトレアはメイド喫茶でもらったチケットを使うために動物園へ来ていた。そうよ。メイド喫茶で動物園のチケットをもらえるっていうさ、もうもはやご都合主義とかしか思えないような展開が起きてますからね、これ。こんなん現実世界で起こることあるかって。キックン、こっちだ。こっちに奇妙な動物がいるぞ。もういきなりクライマックスだね。もういきなりさ、ドキドキなムードに入っていきそうだね。遠くからカトリアが俺を呼ぶ声が聞こえる。普段は冷静なカトリアがこんなに早くなって意外だった。可愛いもの好きだとは聞いていたが、動物全般がその対象に入るようだ。向こうの世界では見んような動物おるんかな、こっちに。そんな急がなくても大丈夫だって。時間もあるし、ゆっくり見て回ろう。何度か両親と遊びに来たことがあるこの動物園。昔と変わりない巣の圏内に懐かしさを覚えながら、カトリアに呼べた方向へと歩いていく。あの時は確か動物の餌付け体験とかやったっけ。おい、キク、ここでは動物に餌をあげることができた。徹底的に立ち絵を、ね、出さないあたり、ちょっと自発してきてるな、このゲーム。カトリアがめっちゃ喋るのに立ち絵は出てきてないというさ、ちょっとジェラしてきてるな、完全にこれ、私服。こんな塾だっていうのを想像して楽しみさせといて、じらしてじらしてじらしまくって、カトリアの可愛い私服見せてドカーンってさせる感じや。まるで子供のように話すカトリア。そんな彼女の普段とは違う姿に、俺はただ心を奪われていた。それは、遡ること、数時間前。あ、こっから数時間前の出かけるときの話するんだ。カトリアを早くしないと開演するぞ。ああ、わかっている。少し準備に手間取っていてな。そうだろうな。こっちの世界の衣服なんて初めて着るんだろうからな。準備って。部屋の方からゴソゴソと音が聞こえてくる。普段の鎧を身につけるのにこんなに時間がかかることはないはずだ。考えろ。こんな時にまで鎧身につけるなってなる。一体どんな準備をしているのかと気になってしまう。覗きに行ったらまたラッキースキル出るんかな。すぐに追いつくから、キ君は先に秋葉原の駅へ向かっていてくれないか。ああ、ちゃんと秋葉原って言ってるんやな、これ。秋葉原って言ってた頃が懐かしいな。もう完全に、こっちの世界に馴染んできてるな。そういや、今日って、週刊青年ステップの発売日だったな。毎週購読している雑誌の発売日だったことを思い出し、カトリアを待つついでに買いに行くことを決めた。ちなみに俺はジャンプよりもヤングマガジン派である。なら先に行って買い物でもしとくよ。待ち合わせは駅前の広場でいいよな。承知した。大丈夫だ。場所はわかる。もう駅っていう言葉を概念分かっとうところがさ、もうちょっとこっちに馴染んできとる感があるな。わかった。それじゃあまた後で。もうこんな感じでさ、分け隔てなく話せるような関係やけんな。そう言い残して俺は秋葉原へと向かった。カトリア、まだ来ないのか。人気漫画雑誌の瞬間青年ステップを購読して、カバンに詰めながら、俺は辺りをキョロキョロと見渡した。なんか男ばっかやなって。女の人少ないな。なんかいろいろと見たことあるようなもんがあるような気がするし。こんなもんか、秋葉原って。一回だけ行ったことあるけどさ、あんま楽しめずっていうか、できれば俺もメイドカフェに行けばよかったのになって、行かんかったんよなって感じなんよな。もったいないわ。そういや、カトリアって、あの鎧姿で動物園に行くんだよな。
ふともそのことに気がつく。いや待て、もうちょっと早く気づけ。で、アドバイスしろ、私服着ろってな。でも今回は大丈夫なんだろうなーって俺は信じとる。これまでは秋葉原と剣道場と秋葉原と剣道場を家と行き来するだけだったので、そこまで問題にならなかったが、これから向かう先は子連れも多い動物園。俺は毎日のように見にしていたので違和感が薄れていたが、一般の人が見たらかなりの格好のはずだ。しまった、動物園へ行く前に新しい服でも買ってあげるべきだったかも。そんな風に悩んでいるとカトレアの声が聞こえてきた。来るぞ。キ君、待たせてしまって申し訳ない。来るぞ来るぞ。声はするのだが、肝心のカトリアの姿がどこにも見えない。鎧イコールカトリアみたいな感じの探し方してるんだろうな、これ動作。あんなに特徴的な格好をしていて、見落とすなんて考えられないんだけど。おい、キ君、どこを見ているんだ。なんだ、おっぱい見てるのか。あー、なんでめくれてんや。なんでこんなスカートを思いっきりめくれてんや。エッチですね。エッチですけどね。めくり方が不自然ですね。風のいたずら。ラッキーですね。風がサービスシーンと言わんばかりに頑張ってますね。ハッスしてますね、風が。カト？レア？おー、やばい。この辺りのさ、目が隠れとるところとかエッチじゃないですかね。か、目が出てきました。声をかけられて振り向いた先には、いつもの寄り姿とはまるで違う。可愛らしい衣装に身を包んだカトリアの姿があった。かわいい。あ、こんな困り顔もいいな。この困り顔もいいな。いや、そりゃ驚くだろう。思わずそうつぶやいて、改めてカトリアの格好をじっくりと見つめる。ジロジロ見るんじゃない、ぶしつけだぞ。今更なんだよな。俺結構おっぱいとかガン見しとったけん今更なんだよな。ごめん、びっくりしてつい。確かに女の子の体をジロジロ見てしまったのは失敗だと思う。けどそうしたくなるぐらいにカトリアの格好は衝撃だった。お人形さんみたいやもんな。わあ、全身でディア。この服は似合っていなかっただろうか。いや似合ってるよ。わあ、何これ。わあ、普通の女の子どころじゃないよこれ。わあ、なんかちょっとお嬢様っていうか、いいところ育ちみたいな感じの、温室育ちのお嬢様って感じやもんな。わ、高貴な感じ。でもな、そのパンツの見え方はエッチな。やっぱこのゲームエッチなゲームでしたわ、皆さん。いや、そんなことない。でもそれ、いつ買ったんだ？先日、初めて給料をもらった日だ。おう。あの時人形ぬいぐるみだけじゃなくて服も買っとったんやな、ちゃんと。どんだけスカートの布軽いんだろうな。風でこんなにペラーってめくれてさ。あ、でもカメラマンのさ、このゲームの撮影しよるカメラマンもさ、この角度で撮るって確信犯的に斜めに撮ってるもんな。エッチですね。そこがいいですね。グッジョブ。元の世界ではそういう服は着なかったのか。師団長たる私がこんなに可愛らしい格好をするわけにはいかないだろう。また威厳だな。威厳が損なわれてしまう。何か口にすれば威厳って言葉ができるな。なんかだがこちらの世界なら気にする必要がない。思い切って着てみたのは正解だったな。でもちょっと恥ずかしそうにしてる顔可愛いですよ。あー、アップになった。アップになったよ、みんな。好奇やしな。すごいわ。微笑むカトレア。こんなに柔らかい表情をこれまでに見たことがあっただろうか。着ているものが違うってだけでこんなに印象が変わるのか。よくよく見てみるとカトレアはうっすら化粧もしているようだった。あ、騎士団長たるもの化粧ってなかなかしなさそうやけどさ、どうなんだろう。誰かに教わったんかな。騎士として女を捨てたと思っていたが、もしかしたら昔から憧れのようなものがあったのかもしれない。どうした？顔が赤いぞ。まさか風邪か？お前もだよ。いや、大丈夫。
そういうのでじゃないから。ならいいが。そうだよ。俺が顔が赤いのはシャア専用だからだよ。シャア専用だからだよ。赤くなって3倍速く走れるんだよ。キョトンとするカトリアのことをだんだんまっすぐに見ることができなくなってきた。改めてカトリアはとても魅力的な女性だ。今更やんけ。そんな今更やんけ。そんな彼女が俺とこれから動物園に行くなんて。デートだよな、これって。やっぱそのワード出てくるよね。惚れてまうやろうやけんな、お前。ダブルエンジンやん、出てくるからな。そう思い立って、俺は気恥ずかしさに襲われた。ああ、俺もそんな気恥ずかしさっていう、体験してみたかったわ。こんな可愛い女の子を隣に連れてさ。これで肩でも抱いてみたかったわ。で、体寄せてさ、さ、行こうか、みたいな言いたかったわ。なんで俺はそんな人生に恵まれなかったんだろうな。行こうか。早くしないと、時間がもったいないもんな。そして今に至るんか。そして、現在。わおあれは何という生き物だ。そんな感じになるんじゃ。ちゃんと正面から見たら。彼女の指先には、ゴリラの群れがゴロンと横になって寝ている。ゴリラは見たことないんじゃ。ゴリラだよ。人間より数倍握力があるって書いてあるな。カトリアももしかしたら人間より数倍握力あるかもしれんけど。ほう、なるほど、納得だ。あの丸太のような腕は実に素晴らしい。一度力比べをしてみたいものだな。やめとけカトリア、ゴリラが死んじゃう。むちゃくちゃなことを言っているように聞こえるが、カトリアはきっと本気だ。ゴリラ相手でもカトリアなら勝てるだろうし。ああ勝てるかもしれないだけで勝てるだろうしって言ってしまうからな。暴走自動車を吹き飛ばした時点でカトリアの身体能力は普通の人間の域には収まらないはずだ。もっとも普通の女性には君ならゴリラにも勝てるよなんて言ったら鉄拳制裁を受けるだろうけど。先ほど見たゾウというのも面白い動物だったな。あんなに鼻が長くて大きな動物が存在しているとは。そっちの世界にはおらんかったやな。それにあの牙だ、まるでモンスターだったぞ。もしも夜道で出くわしたら私でも戦慄してしまうだろうな。まあその戦慄した顔のカトリアを想像できないけどな。そうやって目を輝かせているカトリアを連れてキリンやライオン、クマのいるスポットを案内していく。特に気に入ったのはジャイアントパンダだったらしい。ん？なぜ？白と黒の巨体ながらも愛らしい動きをするその動物に心を奪われたようだ。ほーん。あんなに可愛い生物がこの世界に存在していたとは。やばい、こんな美味しい食べ物がこの世界にあったとはみたいな覚悟やな。抱きついてモフモフしたらどれほど心地が良いことだろう。うん、俺がカトリアのおっぱいに対して考えていることと全く同じことだね。気持ちはわかるけど、それ危ないからな。パンダもクマの一種なんだし、人間なんて簡単に吹っ飛ばせるんだから。まあ、ゴリラと同様にカトリアはには余計なお世話かもしれないが。扱いがもう女の子じゃないんよな。質問があるのだが。どうした？俺のバストサイズを教えないぞ。ん？人を襲ったりしないのか。ああなるほど、子供とかだったらそういう素朴な疑問とか言いそうなもんやけどな。大丈夫だよ、柵とか檻がないと危ないかもしれないけど、それでも確実に安全というわけじゃないと思うけど、動物園の動物が脱走して人を襲うなんて事件はそうそう起きないはずだ。そうか、だがそのくらいの危険度ではあるということだな。うん、モンスターどもと比べれば些細なものというわけか。うん、もう世界の基準が違うからな、お前さんの世界とは。ふむふむとうなずきながら神妙に語るカトレア。カトレアの世界には動物とモンスターがそれぞれ存在していて、ただの動物が人間に危害を加えることはあまりないらしい。その代わりにモンスターの危険性は極めて高い。
人間を主食にしているモンスターもいれば、ドラゴンなどのように超常的な力を持つものまでいるという。ドラゴンとかは一度見てみたい気もするけどな。それは無謀だぞ。訓練もしていない民間人では瞬きする間に消し積みにされる。どうでもいいけど、そのな、若ちこ若ちこみたいな手の腕の形すごいスコです。このままおっぱいを両側から押し付けて谷間作ってダッチューのとか言ったらね、古っ、ダッチューの古っ俺。そんな世代の人間ではないはずなんやけどな俺。そうなんだ。やはりこちらの世界の動物たちは温和だと思わされる。そんなやり取りをしながらしばらくして、よし、この辺りはひとまずざっと見終わったな。カタリアは入場ゲートでもらったパンフレットを入念にチェックしながら園の奥へと進んでいく。それでは次の場所に行くか。これが目的だったと言っても過言じゃないくらいだ。あ、ウサギやな。次ってどこに？ラビではなく、ウサギの触れ合い体験コーナーに決まっているだろう。だよね、ラビーのウサギの触れ合い体験コーナーか。あー、でも俺はもっと別のウサギに触れ合いたいなと思っとるし、カトリアにもそんな格好してもらいたいなと思う時があるよね。なぜだか胸を張って告げるカトリア。君みたいなおっぱい大きい女の子が胸を張ったら、もうそれはそれは俺の息子がビン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 。そういや、楽しみにしてたもんな。チケットにウサギの触れ合いコーナーの文字を見つけ、カトリアがえらく喜んでいたあの時のことを思い出した。さあ、心ゆくまでウサギのモフモフを堪能しようじゃないか。そう言うと、カトリアは俺の服の袖をぐいっと引っ張って歩き出した。何この人、何この人、ちょっとこっちに恋があるように見せかけてるテクニック使ってきてるよ、ナチュラルに。惚れてまうやろ。受付終了。やばい、絶望的な一言が出てきてしまった。こらー、せっかく来たんやろうが、ここはちょっと多めに見て開けてくれてもええんちゃうか。ふりあいコーラーに見てみると、そこには本日の受付終了の看板が出ていた。早ない、人気コーナーゆえに人数制限がかけられており、開演してすぐに受付が終わるほどの盛況ぶりらしい。これが目当てで来たというのに。こんな表情になる時が来てしまうのか。カトリアが膝から崩れ落ちる。ショックがでかすぎる。無念だ、かくなる上は、く、殺せ。わあ、出ました、久しぶりに出ました、クッコロ。こんなんでもクッコロで出てくるんやな。なんでいつもクッコロって言うたびにさ、そう、頬を諦めるんだ。えっちゃな、お前。死んだら、もう、ウサギと触れなくなるぞ。そうだった。まだ死ねない。やばい、ギアスの呪縛来ました。生きろって言われたかの、ギアスで生きろって命令されたかのごとく、スザクみたいな感じになってます。一瞬で立ち直り、カタリアは拳を握りしめる。ウサギとの触れ合い体験は後日の楽しみにとっておくとしよう。私は必ずまたここにやってくるぞ。わ、ソロモンよ、私は帰ってきてやみたいな感覚やな。ガトーやな、アナベルガトーやな。あ、それよりもさ、この腕組んどる体勢もちょっといいですねこれ。こういう方が好きな人もおるかもしれんな。おいつもならもう少し引きずってクッ殺せと言っているとこだったが、今日は気持ちの切り替えが早いようだ。なんだろうな、何があるんだろう。いいことだよな。それじゃあ次はどうする。他にも触れ合いコーナーはあるみたいだけど。うむ、そちらに行くとし、ねえ、俺はこっちのさ、おっぱいを両側から挟み込むような手の形の方が俺は好きなんやけどさ。それは人それぞれの好みありで。それからはとにかく手当たり次第だった。ヤギ、ヘビ、
ワニなどの動物たちと触れ合えるコーナー、そんなおやつと振り返るやつがあるんだな。ヤギはともかく、ヘビとかワニもあるんやな。おお、渡り歩いて、カタリアは満足そうに笑みを浮かべている。まあ、そろそろいいんじゃないか。十分触れ合っただろう。まあまあだな。ウサギは残念だったが、なかなか貴重な体験ができたぞ。ここまで来てウサギに触れられないっていうのはどうかと思うんだけどな。ここまで来たらいい、触らせてもらってもいいんじゃないのか。特にあのコライオンとの触れ合い、あんなに可愛らしいものが将来立派な肉食獣になるというのだから驚きだな。明らかにテンションが上がっているようで、いつものクールな雰囲気は吹っ飛んでしまっている。こんな姿を元の世界の部下たちに見られてしまったら悶絶してしまうだろうなと想像しながら、俺はパンフレットを開いた。ああ、今のうちにカメラ回して録画しといて、元の世界の人がこっちに飛んできた時に見せてやろうかな。くっ、見られた、殺せみたいになるんだろうかな。うん、士気上がると思うよ。でも部下からの士気上がると思うよ、そっちの方が。ほっ、こんなかわいいところもあったんですねみたいな感じに思われてさ。これである程度は回ったし、どっかで軽食でも食べようか。っていうか、休憩したい。歩きすぎて足がガクガクしてる。運動不足じゃないのか？なんだったら今度道場に顔を出すといい。私がみっちり稽古をつけてやるぞ。門下生たちからは教え方がうまいと評判なんだ。はい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 、多分文科生教えとかどうこうの前にさ、おっぱいがでかすぎて集中できないんだと思いますけどね。俺が文科生だったら十中八九スタイルに集中しすぎて集中できないと思いますね。教わってることの9割ぐらい頭に入ってないですね。考えとくよ。俺がそう答えた時だった。なんだ、あ、誰か刺された。誰か切られた時やな。タララーッタララタララララーッ。動物園の奥から悲鳴が聞こえてきた。何の騒ぎだ。ただごとではないな。私は少し様子を見てくる。え、おい。吐き出したカトレアを追いかけるようにして、俺も悲鳴が聞こえた方へと走る。たどり着いた先は、まさしくパニックといった状態だった。皆さん危険です、ここから離れてください。逃げ出したトラがこちらに近づいてきています。動物園スタッフが大きな声で客の避難誘導をしている。トラが逃げた。ゾッとする。いくら動物園で飼育されていたとはいえ、猛獣は猛獣に違いない。早くカトリアと共にこの場を離れなければ。いや、もう遅いようだ。ん？え？音もなく、眼前に虎が現れる。猫科の動物だから気配を消すのがうまいとどこかで聞いたことがあるような気がしたが、ここまで気づけないものなのか。なるほど、冷静に分析すな。驚異的な身体能力だな。モンスターと戦っても互角以上だろう。お前も冷静に分析すな。冷静に分析してる場合じゃないだろう。早くできるぞカトレア。だが虎の鋭い眼光を前にして体がすくむ。そうしている間にトラは俺とカトリアに狙いを定めてじわじわと近づいてきているようだった。くそ、こんな時どうすれば。ああ、男を見せろ刹那圭介、やってみせろセッティ。このままだとカトリアの身が危ない。確かにカトリアは強いが、それは鎧と剣があってのことでもあるはずだ。それにもしも万が一カトリアが傷ついたら、俺はきっと一生自分を責めることになってしまうだろう。おい、キク。カトリア、下がれ。何のつもりだ。俺がトラを引きつけるから、その隙に逃げろ。理想を言うなら一緒に逃げ出したかった。けど、もしも俺が逃げ出したことでトラの標的が別の誰かに移ったらどうなる。冗談じゃないぞ。震える足にカツを入れ一歩を踏み出す。トラは完全に俺を狙いに定めたらしく、飛びかかるための体勢を取る。
望むところだとは言わない。今の恐怖で泣き出してしまいそうだったが、もう後には引けなかった。カトレオは早く飼育員さんを呼んできてくれ。俺がそう叫んだ瞬間、トラが大きな口を開けて俺に飛びかかってきた。うわ、悲鳴を上げたつもりが全く声にならない。周りの風景がスローモーションになり、小山の人生で起きたことが勢いよく脳内で再生されていく。これがもしかして走馬灯ってやつなのかな。なんかエッチな走馬灯しか見えんかったな今。世界がスローモーションだったのはそこまでだ。ぐいっと背後から体を引かれて、俺は我に返る。まったく、どしがたい愚か者だな、キ君は。カトリオ！カトリオは手をかざし、その手のひらが虎の鼻先に触れたかと思うと、突然虎の体が宙を舞う。何が起きたかがわからない様子の虎は、再び体勢を整えて鎖やめがけて突進する。しかし何度やっても無駄だ。少しでも野生の本能が残っているなら、私との実力差も測れるだろう。ダメだ、興奮してる。心配するな。カタリアはそうつぶやいてから改めてトラと対峙する。トラは方向とともに一直線にカタリアに向かい、そして遅い。わずかに体を反らして、トラの爪を避けると、そのまま体をひねって、トラの側頭部に打撃を与えるカトレア。ほんの一瞬の出来事だったが、そこでトラの動きは停止した。飛びかかる体勢のままに倒れ伏している。その扉の横で、カトレアはふっと息を吐く。意識を奪っただけだ。命に別状はない。ガチでカタリアの前でおっぱいがどうのこうの言うのやめようかな。俺が虎の二の舞になるわ。そうしよう。簡単にそんなことを言っているが、暴れている虎を一撃で気絶させるなんて、どんな格闘技の達人でも無理だろう。驚く俺をよそに、飼育員と思われる人たちは大惨事にならなかったことを心から喜んでいるようだった。喜んでいるの半分で、なんかドン引きしてるの半分ぐらいだと思うな俺。もちろん誰にも怪我がなかったことは俺も嬉しいのだが、俺もしかして余計なことした。カタリアを守ろうとして虎の前に立ちふさがるなんて、命知らずもいいところだし、カタリアがあっさり虎を倒したので俺はまるで動機のようだ。そんなことはない。キ君の勇気は称賛に値する。わあカトリア、その表情のために俺はこんな体を張ったと言っても過言ではないぞ。お前ウサギの代わりにモフモフさせてもらって。誰かに身を守ってもらう日が来るとはな。私自身ちょっと驚いているんだ。わ、守る側だったけ守られることにちょっと夢に見とったんじゃないの。守られる方にちょっと期待しとったんじゃないの。でも結局虎を気絶させたのはカトリアだし、面と向かってそんなことを言われると恥ずかしいやら照れるやらで、俺は自分の後頭部を書いただといいんだけど。守ってくれて嬉しかった。その顔よ、俺が見たかったよ。その顔なんよ今の。恥ずかしかったみたいな、嬉しかったみたいな顔よお前。少し照れたように告げるカトレア。その言葉だけでなんだか俺は救える気がした。しかし、さっきの虎は妙な気配を発していたな。妙な気配？なんだ、普通の虎ではない感じ？まさか、お主、李朝氏ではないか。ふとカトリアがそんなことをつぶやく。妙なって、普通に檻から逃げ出した虎だろ？興奮してたんじゃないのか？カトリアの体に。いや、そんな普通は困うのだが、むしろ興奮するのは俺の方だが。これにカトリアは首を横に振った。いや、あれはほんのわずかだが魔力の残滓だ。え？魔力あんの？さっきの
トラ。え？魔力はこちらの世界にはほとんどないと言っていた。アウトすれば、カトリアの世界からこちらに転移してきた誰かの異物や、それに関連するものだけだ。気のせいではないと思う。現に、あの虎を打倒したことで、私の魔力がわずかに戻っているんだ。なんなん？異世界の虎なん？あれ、異世界から転生してきた虎なん？ほんまに李朝氏が転生して虎になって、虎になった状態で転生してきたやん。三月期やん。これ、いや、リアル三月期なん、これ。本当か？だとすれば、カトリアが元の世界に戻ることができるようになるかもしれない。希望が出てきてな。ああ、嘘じゃない。これだけの魔力では、転移魔法を発動することはできないけどな。よかったじゃないか。他にも魔力がある動物がいるかもしれないんだろ。討伐するんか。魔力を獲得するために討伐するんか。お前、モンスターハンターみたいな世界になるぞ、お前。その可能性はある。だが、なんだ、この感覚は。嫌な予感がするんかな。首を傾けるカトリアは、何か違和感のようなものを覚えているようだった。モンスターでもない動物から魔力を入手できたことに驚いているのか、それとも別の理由があるのか。それをカトリアが教えてくれることはなかった。まあ、教えてくれても理解に及ぶかどうかな。そちらのお嬢さん、さっき虎を気絶させてくれましたよね。そんな時、突然声をかけてきたのは、園長の名札をつけた初老の男性だった。本当に、本当に助かりました。もしもうちの子があのまま人を傷つけてたら、もうどうしようもありませんでしたから。気にしなくていい。特別なことは何もしていないからな。お前の世界は特別じゃないことって、こっちの世界ではめちゃくちゃ特別なことなんだよ。そんなことはありません。あなたはお客様すべての、そしてうちの子の恩人でなんです。恩人でなんで、なんかごじってないかい園長。なんか独特な言葉遣いしてるな、あんた。うちの子というのはあの虎のことなのだろう。まるで我が子のように動物たちに愛を注いでいることは、動物、園長の表情を見ればすぐにわかる。でも、なんで急にあの虎は逃げ出したりしたんですか？檻の中に入っていたはずですよね。そうなんです。どうも檻が老朽化していたのか、壊して出て行ってしまって。ですが、あんなに乱暴なことはねえんですよ。普段はおとなしく飼育員の言うことを聞いていますし。これも魔力の影響なんか。念のため、檻の強度を確認しておいた方がいいだろうな。魔力の影響で凶暴化している可能性が。しし魔力とかいう言葉は出すな、お前。変に思われるだろうが、お前。ちょ、カトリア、その話はしたらダメだろ。魔力という言葉に引っかかったような表情を浮かべる園長だったが、恩人を前にしては気にするようなことでもなかったらしい。よかった。彼はニコニコした表情を浮かべながら、こんな提案をしてくれた。私もどもにできることがあれば、どんなことでもいたします。どうかご遠慮なくお申し付けください。あ、これでウサギに触れるんか。じゃあウサギに触らせてくれみたいな感じになるんかな。礼はいらないのだが。なあ、カトリア、ちょっといいか。ゴニョ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 。カトリアの言葉を遮って、俺が代わりに続けた。すいません、そうなんですか。ウサギの触れ合いコーナーに参加させてもらうってことでできますか？はい。拍子抜けするような相談だったのだろう。ほうけたような顔になってしまった園長に、俺は事情を説明する。受付がすでに終了してしまっていて、触れ合い体験コーナーに参加できなかったと告げると、園長はにこやかにうなずいた。ええ、もちろん問題ありません。貸し切りいたしますので、ぜひご堪能いただければ。もうめっちゃ園長太っ腹やな。おい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 、ありがとうございます。カトリア、ウサギと触れ合えるってよ。いいのか、そんな規則をねじ曲げるようなことをして。いいのいいの、構いませんとも。さあこちらへ。戸惑いを隠せないカトリアと共に、俺は園長の案内に従って体験コーナーのエリアへと移動した。やったじゃん。いいことってやるべきだよね、みんな。よっしゃー。あははははは。
最高にハイな顔になってる。両手にウサギを抱えながら満面の笑みを浮かべるカトレア。これまで見たことがないほど彼女の笑顔が輝いている。それだけウサギとの触れ合いを楽しんでいるということなんだろうが、そのせいで問題が起きているのも事実だった。なんだ。いや、見えてるってさて、さっきから見えとんよ、結構割と、お前。お、結構序盤の方からパンツなんか見慣れたレベルで見えてきたんよ、お前。水色。見えてるって。カトリアが無防備にかがんでいるものだから、彼女のスカートの下にあるものがチラチラと見えてしまっているのだ。違います。これはね、神様がお前に見てもらえて、見ろって言ってるんだ、俺は。神様が俺に見ろって言ってるんだ。だったら見ないと失礼だ。冒涜だ。神だからな。神が見ろって言うんだから、それを見ないのは冒涜だ。本当ならすぐにでも注意してやるべきだが、全力で楽しんでいるカトリアに水をさせたくないという気持ちがある。いや、もちろんそれだけではなく、その光景をもう少しだけ眺めていたいという下心も少しはあるのだけれど、少しか、ほんまに少しか。キ君も餌やりをしてみたらどうだ。食べ方が可愛くてたまらない。あー、カメラ買っとけばよかった。カトリアの周囲にはウサギの山ができ、餌をもらえるのを今か今かと待ち構えている。中には袋の中まで侵入しかけるウサギまで出ていた。よし、ウサギもっとやれ。いいぞ。あ、おい、こら、ふざけんな。俺にも入らせろ。いいんだ、気にするな。ウサギのちょっとしたいたずらだろう。もう顔が入んないよな。寛容な精神でウサギたちをめでるカトリアを見ていると、自分もウサギになってカトリアと触れ合いたいという気持ちが湧き上がってくる。うわ、やべえ。まんま俺や。まんま俺の考え方と同じことが出てきてる。そんなことを考えているなんて知られたら軽蔑されてしまうだろうけど。おい、どうしたんだ。さっきからぼーっとしているようだが。いや、なんでもない。虎に襲われかけたのが精神的にショックだったのかもしれないな。ほら、キ君もウサギに癒されるといい。もうこの顔で癒されてますよ。と言ってウサギを俺に抱かせてくれる。小さな体とつぶらない瞳で俺のことを見上げてくるウサギに、俺の心はわしづかみされてしまった。ウサギが凶暴になるってことは聞いたことないけんな。触りやすい動物かもしれんな。知らんけど、確かにカトリアが可愛さのあまりに興奮する理由もわかる。うちがペットかならウサギ飼いたいかも。だろう、キ君もウサギの魅力を理解してくれたか。いつかウサギたちに囲まれた生活をしてみたいものだ。うっといた表情を浮かべるカトリアだったか。餌待ちをしていたウサギにスカートの裾をかじられて我に帰ったようです。おっと、すまないな。ほーら、お前たちご飯だぞ。そのまま食い違ってしまえって思うた。そのまま食い違ってしまえって。そう言いながらカトリアは小さく切られた人参をウサギに食べさせる。もぐもぐと人参を頬張るウサギを見つめるカトレアは、騎士というよりも天使のようにも見えた。確かに。こんな時間がずっと続けばいいのにな。いつかカトレアは自分の世界に帰ってしまうのだろう。彼女との生活やこうしたデートのようなことさえ、夢のようにも儚いのかもしれない。それでも、俺はこの瞬間を大事にしたいと思った。わー。今だからこそこういう至福の時間があるのであって、この後待ち受ける困難はみたいな感じになんか聞こえるな。この後なんか結構やべえ展開あるんかな。帰ってきた。ってことはもうここでちょっとショーが途切れるんかな。まだ続く。まだ続くはちょっともうちょいやりますね。ぐわー、疲れた。家に帰るなり、俺はベッドの上に寝転がる。朝からずっと歩きっぱなしだったのがかなり答えたらしく、俺の体力はもうほとんど残ってなかった。でも心の
ヘルスはめちゃくちゃ回復したな。ベッドの感触を堪能しながら、ぼんやりとカトリアが来た時のことを思い出す。カトリアがこっちの世界に来た日、ベッドに縛り付けたんだ。それだけ聞いたらほんま変態みたいな感じになったのも。あーこれそうか、カトリアが縛り付けて、カトリアを縛り付けたベッドだったもんなみたいな。カトリアの感触がまだ残ってるわ。嫌やな。ちょっと気持ち悪いぞ。あれからしばらく経って、俺とカトリアの距離が少し縮まってきたような気がする。初対面では剣を向けられて踊りされたのだから、好感度がそれ以下になることはそうそうないとは思うけど。なんか、ベッドからいい匂いがする。うん、やべえな。なんかここまで来たらもうなんか、犯罪者するな。おい、匂いを嗅ぐんじゃない。カトリアに軽く語る。ごめんなさい。このベッドはカトリアが来てから彼女の寝床として提供している。あ、そうなんじゃ。そりゃ殴られるわ、お前。俺がやっていたのは、女の子がいつも寝ているところに顔をうずめて、クンクン匂いを嗅ぐ変態行為だ。そりゃアウトじゃわ、当たり前やろ、お前。でもビンタやってありがとうございますってここだけで思っとんだろ、お前。ごめん、そういうつもりじゃなくて。それはわかっている。キ君はそういう男じゃない。だが、気をつけておいてくれ。私もその、そんなことをされては恥ずかしい。なんか恥ずかしいのニュアンスがちょっと違う気がするよな。この顔。なんか恥ずかしいのニュアンスがちょっと違う気がするよな。あ、また来ただいた。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。嘘をつくな。力は全く入れてないぞ。私はお風呂に入ってくるから、戻るまではベッドをキ君に預ける。疲れているようだし、少し休んでおいたらどうだ。え、くんかくんかし放題ですか。あー、いや、けど俺もシャワーぐらいは浴びたいかも。そう答えながらも、俺の体はベッドの柔らかな感触に負けて、どんどん脱力している。あー、寝ちゃうな、これ。まずい！このままだと風呂にも入らずに眠ってしまうことになる。そうか。わかった。すぐに済ますから、待っていてくれ。それから、カトリアは小さくこんなことをつぶやいた。今日は、とても楽しかったな。初デート成功した時のやつじゃそれ。初デート成功した時のやつじゃそれ。もう脈ありだ、もうこんな。脈ありだわ、こんな、おいおい。その言葉をどこか遠くに感じながら、俺の意識は眠りの底に沈んでいった。あー、いい夢見れそうやな。そろそろ。第6章かな、こっから。あ、まだ続くんじゃ。それから、どれくらい時間が経っただろうか。目が覚めると、部屋は真っ暗になっていた。あ、あれ？俺、寝落ちしてた？真っ暗な天井を見ながら、つぶやいた。暗い部屋に、ブーンという、冷蔵庫の音だけが低く響いていた。なんか、さっきよりもいい匂いが強くなっている気がする。待て！それってもしかして、いるのか？そこに。ぼんやりとした頭ながらも、嗅覚は敏感だった。それになんだか暖かい。はあ、右隣から感じる温度に、俺の思考は次第にはっきりとしていく。これは。ああ！さあ、パジャマもあったんだ。ああ、パジャマもあったんじゃん、おい。なんでお腹こんなに出てんだよ。なんで胸元こんなにエロいんだよ。やばい。もう髪型もそうよ。髪型もなんかどっかの高貴なお嬢様みたいな感じやもん。カトリア、なんで俺の隣で寝てんだよ。大きな声を出すな。
無理だよ。そんな興奮する状態で無理だよ。それは正論かもしれないが、突然女の子が横で添い寝をしていたら驚くなという方が無理な話だろ。ははは、またジロジロ見てるわ、お前。主人公ちょいちょい、カタレのことジロジロ見る癖があるからな。風呂上がりのカタレ屋は、これまたいつの間にか購入していたふわふわ生地のパジャマに身をまもとっている。ずるいわ。こんなサプライズずるいわ、お前。私服が見るってことはなんとなく分かっとったけど、パジャマもあるとはずるいわ、お前。サプライズがすぎるな。シャンプーの香りが鼻孔をくすぐり、なんだかムズムズした気持ちになってくる。カトリアが寝るなら俺床に布団敷くから。いいんだ、そのままで。マジで？慌てて飛びようとした俺を制してカトリアは小さくつぶやく。少しだけこのままでいさせてくれ。やばい、カトリアの方もこっちに気があるな、これ。そして長い沈黙が流れる。何を考えてこんなことをしているのか全くわからない。動物園でテンションを上げていた笑顔のカトリアとはまるで別人のような雰囲気だった。何が起きてるんだ、これなんてギャルゲ。沈黙に耐えかけて声をかけようとする。そんな俺の唇を指先で押さえてカトリアは首を横に振った。分かってる、だから何も言わなくていい。カトリア、男と添い寝をしたことが知られれば騎士団長の威厳なんて消えてなくなるだろうな。そう、カトリアは女の子だが騎士団長としての誇りを何よりも大切にしていた。にもかかわらずこの状況はどう考えてもその誇りに反するはずだ。先に言っておく、私は自分から望んでキ君の寝ている横に潜り込んだんだ。それを恥じるつもりはない。誰に対して言い訳してるんだよ。いや、こう宣言しておかなくてはなんだか落ち着かなくて。めっちゃ恥ずかしかったからな、もうこの表情。カトリアも恥ずかしいんやな。絶対こっちに気がある、両思い。はい、両思いやげんな。恥じるつもりはないと言っておきながらかなり恥ずかしそうにしている。カトリアはしばらくもじもじとしていたが、やがて気持ちが落ち着いてきたのかゆっくりと語り始めた。私が騎士として女であることを捨てて剣に身を捧げたという話はしてあったな。うん、ああ、すごく立派だと思ったよ。誰にでもできることじゃないし。私はその選択を後悔したことはない。噛み締めるようにカトリアは言葉を紡いでいく。王のために、民のために尽くすことが喜びだった。おいおい、今日は結構語るじゃないか。強敵を打ち倒すことが生きがいだったんだけど、こちらの世界に来て私は変わってしまった。変わっちゃったんだ。カトリアの言葉が震えていることに気づいて俺は少しだけ驚いた。横家に転んでいるカトリアの目から一筋の涙がこぼれたのだが、気づいたのは動物園に行ってからだ。いや、もしかしたらその前からスースー分かっていたのかもしれない。いや、甘酸っぱいな。おい、大丈夫か。俺の問いかけには答えずカトリアは目を伏せた。この世界が好きだ。そしてキ君と一緒にいることも悪くないと思っている。俺には何も言えなかった。すまない、こんなの私らしくないよな。ええー、じゃねえの、こういうカトリアも。ええー、じゃないの、ええー、じゃないか、ええー、じゃないか、よい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 なげる。私もどうしたらいいのかが。俺との出会いがカトリアを変えてしまったんだ。罪な男だ俺は。カトリアは指先で涙を拭ってからふっと微笑んだ。カトリアがこんなに悩んでるのに、俺にできることは何もない。キ
求めとる。求めてるんかこれ、おい、おい、キス求めてる時の顔ちゃうんこんな女の子が。近くにいながら何もしてやれない自分自身に苛立ちと無力さを感じていると、カトリアが俺の顔を覗き込んでいた。どうした？もう少し近くに行っても良いだろうか。照れくさすぎるなあ。いいけど。ありがとう。感謝を述べつつ俺との距離を縮めていくカトリア。あ、思ったより甘酸っぱい話だったんやなこれ。なんかキュリエイトさんのゲームってさ、前にやったアイドルデイズの時もそうやったけどさ、最初エロ目的ですごいもう下心丸出しな理由でゲーム始めたんやけど、結構温かい話なんよな。毎度毎度。彼女に近づくにつれてシャンプーの香りなのか、それとも洗濯洗剤の香りなのか、よくわからない香りがさっきよりも強く何かを訴えかけてくる。でもそれは嫌なものじゃなくて、鼻先をかすめた甘い香りが鼻孔をくすぐり、やがて頭の中がぼーっとしてくる。やべえ、もう表現、文章の表現法がさ、もう俺の好奇心かき立てよんやん。カトリアは俺の腕を抱え込むと小さく笑い声を漏らした。そんな彼女が不思議で思わず首をかしげてしまう。やっぱり細いよな。筋肉は人の波についているつもりだが、カトリアが住んでいる世界の男に比べたら細いに違いない。すまない、バカにしたつもりはないんだ。ほら、動物園や街中で男女が。そこまで言いかけたところで、カトリアは視線を伏せて黙り込む。いや、なんでもない。甘酸っぱすぎる。初恋だったんだろうな。カトリアにとっても初恋だったんだろうな、これ。カトリアが何を言おうとしていたのか、はっきりとは分からない。でも、なんとなく分かったような気がする。これは勘違いじゃない。今日、こんな感じでカップルが歩いていたところを何度か見かけた。カトリアは私たちもそういう風に見えるだろうかと言いたかったのかもしれない。でもそれを口にしないのはカトリアの中に強い葛藤があるからだろう。そんな思考を遮るように俺の腕を抱え込むカトリアの手に力が込められた。カトリア。カトリアが少し震えているように見えるのはなぜだろう。気の利いた言葉の一つでもかけてあげたいが、相変わらず俺の口は閉ざしたままだ。そんな俺にできることって言ったら、カトリアの頭を撫でてやることしかぐらいしかできない。チキンめ、ここはもうキスしに行ってもいける場合もないんだろう。チキンめ、髪に触れるとカトリアは一瞬だけ体をこわばせたが、その後は撫でてくれと言わんばかりに俺の方へと頭を授けてきた。我物を扱うようにして、そっと頭を撫で続ける。髪って、こんなにサラサラしているものなんだな。思えば、こうやって、女性の髪を触るなんてことを経験したことがなかった。軽く髪をすいてあげると、指の間に絡まった髪は、力のあるかのように、スースーとほどけていく。ずっと触っていても飽きないと思えるような不思議な感覚だった。しばらくするとカトリアの静かな吐息が聞こえてくる。俺の言う腕をしっかりと胸に抱いて、時折頬ずりをするように顔を近づける仕草が可愛い。いや、俺だったらドキドキ胸胸なんですけどね。主人公意外とメンタル強いね。きっと本人には自覚ないんだろうけど。この状況をさ、びっちりと実況できるぐらいにさ、余裕があるには気持ちに、主人公意外と手慣れてるんかなってぐらい。どことなく安心したような表情を見ると、急激に眠気が襲ってきた。俺もそうそう寝るか。
最後にもう一度カタリアの頭を撫でてから目をつむる。幸せな、幸せすぎるなこれ。動物園で浮かべていたカトリアの笑顔を思い出しながら、俺は眠りに落ちていった。今後どうなるんやこの展開、この二人の関係、今後どうなるんやお前。うわぁ、もうこのゲームの見方が変わってしまうわ女を。ああ、甘酸っぱい話になってきた。やばい、下心丸出しのゲームかと思うとったら、そんなことはないってことがここで証明されてしまったわ。みんな。でもこれはこれでいいな。ああ。やべえ。もう、ちょっと初恋だらけやな。お互い初恋やけんな。でも主人公、意外とあんな状況でもきっちり状況を説明できるぐらいに心に余裕があったからな。ああ、俺だったら絶対寝た瞬間におっぱい撫でてるな。いけるだろ、今ならいけるだろ。ああ、下子が丸出しだな、俺は結局、うん。というわけで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。次回からめっちゃ甘酸っぱい話が続きそう。異世界ものってこんなに良かったんだねって。じゃあ、また仕上げ高評価とチャンネル登録もよろしくな。終わりだ。